黒崎一護、死神代行だ。現世にいるホローの消滅が止まりません。会長、これはホローを存在そのものから消すことができるものなど奴らしかいないよ。お前それクインシーの何やつ。お初にお目にかかる。宣戦布告に参った。これまでだ黒崎一護、お前の挽回はここで終わる。月が天章、私の前で争うな。さあ、平和のための知らせを聞こう。助けてさ、メコマンのが、メコマンのが。黒崎、気をつけろ。今回の相手は賊軍の正体はクインシーだ。本当にお前らあなたのよく知るクインシーですよ。感じますか、我が力の脈動。あなたを罰する者の力を。クインシーはもう僕たちしか存在しないはずだ。あんたは何か知ってるのか。お前には関係のないことだ。直ちに全力全速で戦備を整えよ。二度と奴らに先手など取らせてはならぬ。さて行こうか。バンデンライヒはこれよりソウルソサイティへ進行する。この戦いは死神に正義はあるんですか。この事態を招いた元凶のすべては総隊長のあなたが千年前のあの時、あの男を殺しきれなかったせいではないのか。挽回を奪われた。なんとか言ってくれよ、氷林丸。こんな奴らとどうやって戦えばいいんだ。お前の心の芯はすでに僕への恐怖に取り憑かれている。レンジ、ルキア、すまぬ。無念ですね、黒崎一護。壊れろ、壊れろよ。俺が守るんだよ。千年ぶりじゃな、ユハバッハ。お主の息の根を止めに来た。挽回、残花の太刀。千年前にお主らは死んだ。今日ここでそれを思い出させてやろう。さて行こうか。残花の太刀、南かか十万億死大僧人。こんなものでこの私を止められると思うな。貴様一体何者じゃ。さらばだ、山本茂君。やばじい。ソウルソサイティを守ってくれ黒崎一護。ソウルソサイティを名作者にしたのはてめえかって聞いてんだよ。そうか、お前は自分のことを何も知らぬのだな。自身の母のことさえも。何を言ってんだ。さらばだ、闇に生まれし我が息子よ。まずは黒崎一護が恩師を上へ連れて行く。ここが霊王宮だ。それじゃあ進めていいですかね。総隊長としての最初の仕事を、ザラキケンパチに残術を教えます。変わったもんだぜ、随分と。俺が憧れたあんたとはな。戦いの最中に敵への憧れを口にするか。これが戦いだ。さようなら、世界でただ一人私を喜ばせた人よ。見苦しいよ、振られた奴がいつまでもピーピーわめくんじゃねえの。お前お家に帰んな。立ち戻る必要があるのさ、自分のルーツに。そして君は自分のルーツを知らなきゃいけない。たとえルーツを知って戻ってこれなくなったとしても。